今日は先ほど行われたオールスターゲームでのレッドカーペットの模様や大谷翔平選手オールスター初本塁打についてお知らせします。今日はオールスターゲームが行われましたが、試合に先立って出場選手が家族とレッドカーペットに登場するレッドカーペットショーが行われました。大谷翔平選手は昨日の会見で、マミコ夫人とデコピンは来ています、一緒に登場することを予定ではいますと、今年2月に結婚を発表後、韓国の開幕戦やチームのイベントには家族で登場するなど、メジャーの慣例に大谷翔平選手も合わせ妻マミコさんと一緒に出席しています。今回は愛犬デコピンも一緒にテキサスまで来ているとのことで、初のスリーショットが見られるのか注目が集まりました。大谷翔平選手はベージュのスーツで登場、マミコ夫人は白のジャンプスーツで登場しました。灼熱のテキサスにふさわしいドレスアップ姿で登場した2人にファンは大歓声を上げました。デコピンも出席するとのことでしたが、大谷翔平選手のスーツの裏側にデコピンがいることをアピール。これにはベースポーツメディアのスポーツキーダは、大谷翔平、オールスターのレッドカーペットで愛犬デコイをスーツの内側に、とデコピンの特注スーツの写真とともに投稿。そしてインタビューではファッションポイントについて聞かれると、色は自分の愛犬の色で内側に自分の犬がプリントされています、と紹介していました。ドジャース移籍後について、街自体も好きですし、ドジャースタジアムも大好きな球場の一つなので、毎日多くの人に入ってもらって毎日楽しんでいます、と充実した毎日を過ごしていることを明かしています。ここまでの野球にまつわる最高の思い出について聞かれると、WBC は特別な思いは強い。今年それを超えるようなシーズンになれば素晴らしいと思います、と答えていました。インタビュー後は再びレッドカーペットを歩き、しっかりマミコ夫人をエスコートしながらパーティー会場へ移動していました。今日のデコピンスーツには早くも多くの注目が集まっていて、ベースポーツメディアは、大谷翔平がスーツオブザイヤーを受賞、レッドカーペットのスーツの内側には愛犬デコイが、とベストスーツと大絶賛。他にも、大谷翔平のレッドカーペットスーツの内側には、愛犬デコイがデザインされている、や、見た中で最も素敵なスーツ、翔平大谷はデコイをとても愛している、や、MLB 公式も、大谷翔平のオールスターゲームレッドカーペットスーツの内側には愛犬デコイがデザインされている、奥さんのマミコさんも一緒、と投稿しています。ファンからは、これ欲しすぎる、や、これ好き、彼はショーをよくわかっている、など声が上がっていました。今シーズンの前半戦を大谷選手は打率3割1分6厘とリーグ2位、29本塁打リーグ1位、69打点リーグ3位、OPS 1.035 リーグ1位という成績で終了しました。ちなみに、ア・リーグトップの成績を誇るのは、ヤンキースのジャッジ選手。前半戦最後となったオリオールズ戦で、今シーズン34号となるソロホームランを放ち、メジャートップを独走で前半戦を終えて、打率リーグ4位、85打点リーグ1位、OPS 1.112 リーグ1位と圧巻の成績を残しています。なお OPS 1.05 へは、前半戦終了の時点で大谷翔平選手とジャッジ選手の2選手のみとなっていて、後半戦の戦いにも特にこの2人に注目が集まりそうです。オールスターゲームでは、メジャーリーグのレジェンドらも解説席などに登場し、出場選手らもリラックスした状況で球場にいるため、普段とは違った姿を見ることができるのもオールスターゲームの特徴の一つかと思いますが、大谷翔平選手はレジェンドらに絡まれる様子がアップされると話題となりました。元チームメイトのプポルス氏は抱きつき、レイノルズ氏は一緒に写真を撮ってもらうのに必死になっていました。チームメイトのフリーマン選手は、今年からチームメイトとなった大谷翔平選手について問われると、確かにずっと質問されるけど、翔平、大谷をどう表現したらいいのかわからない。彼はトミー・ジョン手術からのリハビリを行っている最中でありながら、なおゲームで最高の打者であり続けている。野球界はラッキーだよ。
僕は彼がプレーする同じ時代に生きられて感謝している。毎日そばで見ていて楽しいんだ。彼は打撃でも投球でも MVP 級で何でもできる。二刀流なんて子供や高校生レベルではあり得るが、大学生でも数人くらい。それをメジャーで 6,7 年やっているのだから素晴らしいよ、と二刀流での活躍がいかに異次元で、同じチームで活躍できていることに感謝したいとコメント。続けて、特別な存在だね。彼が彼であり、あのようなプレーができるのには理由がある。勤勉さが断然トップだ。周りの人々は気づいていないが、トミー・ジョン手術のリハビリをしながら毎日打撃をするのは非常に負担が大きいはず。故障から復帰するだけでも精神的に大変なのに、彼はそれをこなして打者としても試合に出て最高の仕事をする。理解不能だよ、と間近で大谷翔平選手を見て感じたことを率直に語っていました。そして今シーズンのドジャースについて、前半戦を貯金15で折り返し、プレーオフ進出は間違いないと言われていますが、怪我人続出で厳しい前半戦最後になったことについて、いつもそうだ、どのシーズンも前半戦も後半戦も厳しい、それはいつでもタフなものであり、怪我した選手が戻ってきて助けてくれることを願っている。ベッツ選手やマンシー選手、山本由伸選手など主力選手が負傷者リスト入りしていますが、早期復帰を望む声を残していました。そして試合ではスリーランホームラン、レジェンド OB も驚愕の特大弾。異常すぎて信じられない。大谷翔平選手がグローブライフフィールドで行われたオールスター戦に、ナ・リーグの2番 DH として先発出場。第2打席で特大のスリーランホームランを放ちました。初回走者なしでの第1打席は、フルカウントから外角高めのカットボールを見送り、フォアボールで出塁。3回表、第2打席はノーアウト1・2塁の後期、大歓声に包まれた中での大谷選手の打席。カウント2ボールからの3球目、低めの鋭いスプリットをフルスイングし、打った瞬間誰もが確信する先制のスリーランホームランを叩き込みました。どよめきと絶叫が混じる異様な雰囲気に包まれる会場に、実況席も、大谷がオールスターでも打ったぞ、誰もが信じられないことだ、と大興奮。自身4度目の出場でオールスターゲーム初本塁打となり、大谷選手もガッツポーズと満面の笑みを見せました。テオスカー、フリーマン、グラスノーなどの同僚も笑顔で大谷選手を迎え入れ、球場の盛り上がりも最高潮に。もちろん他のオールスター選手も大興奮で大谷選手を迎え入れ、グッジョブという声が飛び交いました。オールスターで待望の初アーチ、日本選手がオールスターで本塁打を放ったのは2人目の快挙で、2007年イチローのランニング本塁打のみ。またドジャース選手の本塁打は1996年マイク・ピアザ以来10人目の快挙となっています。このホームランにはヤンキースなどで活躍したアレックス・ロドリゲス氏は次のように大谷選手へコメント。なんて素晴らしい日なんだ。本当にこんな舞台でも大活躍するとは。彼はヒーローだよね。リハビリ中の選手がメジャーで最も輝く打者の一人になっている。こんな事実はこれまでなかった。チームメイトだけでなく多くの選手が彼について良いことを言うし、ファンに対しても素晴らしい対応を見せる。今年の翔平を見るのは本当に楽しくてたまらない。誰もが今日の活躍を待っていたよね。みんなわかってると思うけど、彼のデビュー以来僕は大ファンだ。そしてポストシーズンどれだけホームランを打ってくれるのか今から待ちきれない、このように語りました。また同じく MLB を代表するレジェンド、ランディ・ジョンソン氏もリモート出演で番組に登場し、彼のやっていることは前代未聞。彼が最高の投手ということはみんなもう忘れていて、歴代でも最高の打者として深く焼き付いている。これがツーウェイとして復帰したらもう誰も叶うはずがないし、それこそ神の領域だ。彼の場合は実際にやってくれるだろうし、今後もたくさん見せてくれるだろう。彼がいかに野球の神に好かれているか、今日の活躍はそれを物語っている、このように語りました。さらに
元レッドソックスで541本のホームランを放ったデビッド・オルティス氏は次のように語っています。本当に何と表現していいかわからない。彼はすごい。本当にアメージング。翔平はファンタジーのような存在だ。誰もが求めていることを平然とやってのけるんだ。パワーや技術の問題ではもはやないよね。彼がやっていることは誰にも理解はできないんだから。来年のオールスターはツーウェイとして登場してホームランを打ってほしい。そんな願いはあまりにもわがままかな。今から想像するだけでワクワクするね、と語っています。後半戦はどれだけの活躍をしてくれるのか、大谷選手から目が離せません。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルを気に入っていただけましたなら、チャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。ご意見やご感想などありましたら、ぜひコメントをお願いします。次回をお楽しみに。